Space Monkeys TV。 はい、ウェルカムスペースモンキーズ TV へ。こそ、サルです。コウジカルです。今日はね、逆転をセレアニアでね、ちょっとマルカくんたちがねコウジくんと対戦していきたいと思います。やっていこう。 OK で、ランクが俺43なんですけど、コウジくんが今ランクが5ぐらい、5なんだよね。っていうことで一応、まあちょっとね、こう平等性を取るっていうところでコスト100縛りでやってます。やっていこう。よし、いくよ。ランク関係なしに、うん、まあ勝てるのかなってことで。そうだね、うん、まあやっぱ5と43じゃやっぱ差がありすぎるから。でもさ、これさ、コストを変えることによってやっぱしさ、うん、平等に戦えるっていうところがこのゲームのいいところだと思う。そうだね、うん、そこら辺はやっぱり友達同士調整してできるのね。すげえやり込んでる人はもうランクし、コスト縛りでこう友達とね、そのこと遊んでもらえばいいんじゃないですか。いい感じ。これがその例です。そう、だから一応俺もやり込んでるけど、うん、これいきなり逆転してバシッと負ける時もあるからね。全然そうだね、それがありえるゲームだからね、まあ、とりあえず軽く毒を打たしてそう、今気づいたら毒盛られてんだと。毒は盛らしていただきます。まずいな。よーし、いくよ。今いいのが来たよ。おぉ、カドマス、セーフ発動。こいついいよね。こいついい。使えるんだよ。こいつは俺もね、デッキに2つ入れてるけど、うん、こいつはね、いいね。いいね、うん、カドに置いただけで1000だもんね。ただここのフィールド角に置くと逆に自分がダメージ食らうっていう、そうだね、ギミックもあるからね。賢いだけじゃないのです。おっ、来たね、マクテン加算法。これね、これ今間違えたんだ。はい、何をことしたの。あ、そうか、ネタバレしちゃうからダメか。あのね、そう、違うやつナンバー0018を押そうとした。間違えてこれ押しちゃって今ね、焦ってた。じゃあ俺も行こうかな。ガープ、焦った。ガープ登場。そんなに行かないと思うよ。あ、行くじゃん、全然行くじゃん。持った ね、モリモリに持ったね今。やばいね、これどうしようかな。あ、もうここしかない。もうね、選択肢1個しか与えられません。与えられなかった。ここしかないって言われました。よしよし、なるほど、ここしかないです。オッケーオッケー。これもう四つ葉のクローバーを的確に取った方が勝ちだな。よっしゃ、なら俺取っていくよ。よーし、四つ葉ゲット。この回数半端ないんだよね。よし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 、いいよ。このキャラやばいね。このキャラもやばいね。やばいね、うん、さあ、俺さっき手に入れたばっかしのやつがいる。お、もしや、これを使いたいけどな。これ使いたいな。よし、これを手に置こう。あ、フェニックス、フェニックス、初フェニックス。やばい、ライフバースト来た。うお、よっしゃ、マジで。どうだ、やべ、ちょっと負けてるぞ。よし、すげえな。ミスっても、なんか手はある。なんか手はある。なんか手はある。だからメーティスってやつのさ、爆点加算法とさ、うん、このライフバーストだっけ。うん、これやばいね。これやばい。ガッツリ持ってかれてるもんな。ちょっと潰しとこう。なんか危ない。もう一回来たら終わるもん。あ、これね、潰されると痛いっす。もう一回遊びたかったことだったんですけど ね。危なかった今。いや、これはね、痛いな。だってもう一回食らったら俺確実にワンパンだったでしょ。そうだね、言ってましたね。やばかったな。じゃあ、あとはどれっすかね。来たな。もうそろそろ打っとかないと、もうサル君何出てくるか分からないから。これを置かしてもらいます、とりあえず。デバインシールドだね、うん、よーし、じゃあそれも潰しちゃおうかな、ついでに。これいいね、いいね。ガープか、ガープからだ、ガープからだ。やられちゃう。えらいことだね。ただね、俺はもうこれでもういい、気持ちのいい戦いだ。俺はフェニックスとさっき手に入れたばっかしのこいつ出せたから、初のこの今話題の S、 S ランクのやつ、うん、S ランクをね出せたから、もうこれで俺はね勝った。勝った、気持ち的には勝った。よーし、分かった、これを出せればもうよかった。なるほどね。これをもうとにかくね出した。なるほどね。よーし、分かった、じゃあもう一回やろうか。よし、もう一回やろう。よし、もう一回やろう。もう負けて当たり前。どうなんだっけ。なんかおかしいじゃん。いいな、でもそれ純粋なそのスタンダード、ゲームを楽しむというそのね、スタンスを好きだな。楽しんでも同じだから。そうだね。いかにテンションよく負けるかだよね。いかにね、潔く負けるか。うん、それがね、ポカーンとしちゃったけど。どこで潔く負けるかっていうのが大事なんだ。変なとこで負けたらダメだ。潔いね、潔いよ、男らしいね、うん、やられるなと思ったらもう2ターンぐらい前にはもうキリッと諦めてるみたいな。自分の好きなキャラを出す、俺が出したいキャラ出すいいね、勝ち負けじゃない、俺は好きなキャラ出す。いいね、いいね、わがままっぷりがいいね。
けじゃないのです。それはよろしく。それよろしく。いいね。ほらみんなも拍手してくれてる。ああ嬉しい嬉しい。これね同じ言葉を連発でやるとねちょっとね文字が変化するからやってみて。あそうなの？さっきプルプルがすげえプルプルしてたから。してた。うん、ねすげえプルプルしすぎだったよそれ本当に。さあこれもうまあもうこいつ倒すしかないよ。こいつはもう抑えるしかない。いきなりバッテンかさもう。もうこれは怖いもん。そうだね。こんなんいられたら怖いもん。野球で言うとねあのなんていうのかなもうキャッチャーみたいなもんだからねあいつ。そうだね。受けてなんぼだから、ね。じゃあいくよ。わしの力。大ちょっと怖い。もうこればっかなもうこれやばいもん。ね。ちなみにもう強いキャラいないっす。そうガープ出すために。出すために。出すためにやってる。そう。もうあとレベル1だよ全部。やっぱその戦い方なんだよね。そうです。出したいキャラをもう出したい時に出す。お。ってことはそろそろ出さないよ。出さない。まず大丈夫。まず HP がある。さすがにね3000ワンパンはないでしょ。いや結構なんか食らってるぜ。よーし、こっからな今思ったけどこのフィールド何もギミックのないフィールドだ。ないんだ。よしもうとことんガープぶつけてやる。いや何の逆転要素もないんだよね今。やりますね。そうなんだよ。そうだね。俺のスマホの画面を見せてあげたいもん。なんかあいつ仕掛けてるんじゃねえかって思いきやもない。何も仕掛けてない。何もないんだよ。いや俺もネタバレしてると思うけどそのね画像で俺もないでしょ見た感じお互い何もない何もないこれはねひどい消耗戦になりますよそうだねさあ行くぞ負けたくないんだけどでもとりあえずガープ消しに来たでしょ俺ちゃんと見てるよしいいねガープに当てるために300のダメージが加算されるからなさあここどうしよう。ほぼ積んでる状態だね。そうなんだよ。ね。もうね、やりきったんだよ。やりきった。どうしようかな。まだ早い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 。うん、まだ早い。危ねえ危ねえ。時間ギリギリだった今。適当に置かれるからね。うん、で、あの時間オーバーになる。そうそうそう。やばい、ちょっといいの来たよ。いいの来たね、うん、でも置けない正直まだ置けないから行きますよもうガープをどこにつけるドエスっぽりそうだねそれよーし困るんだよすげえ終わったんちゃいますいや大丈夫大丈夫いるから俺逆転のやつまだいる、うん、いるうん、いるから切り札いるから分かった分かったねうんよしこれをもう置くとこここしかないんだよな我が殿ここしかないここしかないもうちょっとここしかない多分おヒールが入ってお回復したね、うん、よしもうこれでもう 全回復みたいなもんここでの500は全回復終わった終わった終わった大丈夫大丈夫 OKOK 俺これ勝ったわ俺もうほらまあ大丈夫だまだ大丈夫だ大丈夫だろさあちょっと逆転見せてください逆転俺角に置いたら1000のやつばっか死んだから置けねえんだ置けねえんだわ置けねえんだわ全然俺もねそのキャラ取っといてあるんだけど置けねえんだよねここで出すかいやすあ出しちゃったもう出すよあやばいギミックないんだやばいギミックないんだもん、ね、ギミックないんだもん出しちゃうってことはもうねこれねどこ置いても俺勝てるわどこ置いてもごめん勝てるわ、うん、これ一番弱いやつ出すけど多分これ勝てるわいくよ C ランクあれまだじゃないあいやもうそのライフがこっちだって140お疲れーいやーこれは難しいねはいってな感じでね今回コジ君と対戦してみました、ゲームはスキルとか攻略性じゃない気持ちで楽しめとか言って俺のリーダーガシャの S ランクだからとか言ってねとか言ってね、うん、ってな感じで今回対戦しました、はい、コジ君対サルです私の圧勝で終わりましたそれでは最後までご視聴ありがとうございました炎上 YouTuber の逆転オセロニアサルでした小池からでしたバーイラブラブチッチュさようなら